お疲れ様です。ラフチャンネルのリノです。今日の動画はですね、お迎え動画3連チャン最終日ということで、今回ね、まとめてお迎えした生き物の最後の種類をね、皆さんにご紹介したいなと思います。ちょうどね、今動画撮ろうとしてたら、下の方でね、赤松ちゃんが出てきて、走って寄ってきたんで、今こうやって肩に乗っけてるんですけど、最後の種類は何かというと、実は、太顎、ヒゲ、トカゲです。マジかと。きっとね、意外に感じる方がね、いると思うんですけど、トータル5匹お迎え、今回しました。はじめの2匹は西アフリカトカゲモドキ。第2弾、1匹、ヒョウモントカゲモドキ、レオパ。ってことは、最後の2匹、そう。なんとね、太顎ヒゲトカゲを2匹もお迎えしました。ということでね、どの双子ヒゲトカゲをお迎えしたのか皆さんにね、ご紹介していきたいなと思います。赤松ちゃん、映りたかったんでしょ？それではね、本日の動画、早速行っていきましょう。どうぞ。いやー、ついにね、最後の種類になりましたね。お迎えした双子ヒゲトカゲは、この子です。もう見てね、あと思う方、きっと、いるかと思うんですけれども、この子はね、スーパーホワイトラインのハイポゼロというモルフの双子ヒゲトカゲになります。で、僕自身もね、あまり詳しくなかったので知らなかったんですけど、スーパーホワイトラインとかっていうなんかラインがあるんですね。知らなくて。で、ハイポゼロというモルフは知ってたんですけど、まあこの子はね、そちらのモルフで。一旦ね、赤松ちゃんと同じような移動できるメンテナンスのしやすいシンプルな飼育環境ということで、こちらでね、飼育していきたいなと思います。で、2匹目の双子ヒトカゲ。親と、さっきのやつと一緒じゃないかと思う方いると思うんですけど、ちょっと違うんですよ。この子はスーパーホワイトラインのハイポゼロレザーバックです。で、レザーバックって何？っていう人きっとね中にはいると思うんですけど、トゲトゲが少ないの見てわかりますか？なんかスルッとしてる感じ、トゲトゲがない感じ、わかります？これレザーバックっていう種類なんですよ。なので今回ねお迎えしたのが2匹ともスーパーホワイトラインのハイポゼロで、片方この子だけレザーバックと、まあそういう組み合わせになってます。いや、まさかね、ここに来ておいおいと、双子2匹をお迎えするとは誰も思わなかったと思うんですよ。いや、僕もね、思いませんでした。あ、見てください、この背中。トゲトゲ少ないですよね。レザーバックの特徴です。で、ゆうかさんのところにね、遊びに行かせてもらった時にね、まあ、初めから西アフは買うつもりでいたんですよ。で、レオパーもね、もともと買うつもりでいたんですよ。で、他にもね、やっぱりいろんな生き物がいて、で、その中でね、この双子ヒゲトカゲのハイポゼロを見たときね、前からね、欲しかったんですよ、ゼロは。まあ、白松ちゃんがだいぶカラーが白いんで、なんかゼロですかとかよく聞かれたりすることもあるんですけど、もうこうやって見てもらうとね、全然白さが違うというか、もうほんと真っ白ですよね。で、この子たちがね、いまして。で、ゆうかさんのね、うまいトークに押し負けまして、まあ押し負けたっていうか、まあ進んで僕もこの子たち欲しくて買っちゃったんですけど、いやーこれね可愛いですよ、本当に。双子のベビーは可愛い。で、今回スーパーホワイトラインハイポゼロ2匹ですねお迎えしたということで、名前をね決めていきたいなと思うんですけど、まあ一旦この子ね、先ほどと同じように、もう等しく同じシンプルな飼育環境で、ある程度大きくなるまでは飼育したいなと思います。で、名前が、この子、つるっとしてるんですよね。つるっと、トゲトゲが少ない子。で、もう片方が、トゲトゲが多い子なんですよ。まあ、こうやって見たら、わかると思うんですけど、左が、スーパーホワイトライン、ハイポゼロ、トゲトゲがある子。で、この右が、レザーバックの子、トゲトゲが少ない子、これがトゲトゲがある子で、こちらがトゲトゲがあまりない子ということで、まあ、ちょっとね
見た目もほぼ似てるし、サイズも一緒だし、わかりづらいんですけど、トゲトゲがある子、ちょっと今比較するために並べてるんですけど、左が、あ、下側か。下の子が、トゲマツくん。まあ、ちょっとオスかメスかわかんないんで何とも言えないですけど、下がトゲマツ。で、上が、ツルマツと。今の映像だと右がトゲマツ。左がツルマツということで、名前をね、早速決めちゃいました。二人とも、アイコゼロ。片方の、ツルマツの方がレザーバック。トゲがある方が普通の子ということで、ぜひね、皆さんこれからこの2匹もね、成長楽しみにね、見ていただけたらなと思います。もうね、めちゃくちゃ可愛いんですよ、本当に。でも、まあ今はね、このような飼育環境、簡素化した、まあシンプルでメンテナンスしやすいこういった飼育環境で飼えるんですけど、まあ当たり前のようにね、白松くんサイズまでなっちゃうので、まあそうなってくるとね、もう本当立派な、ちゃんとしたケージで飼育しないと無理だと思うんですよ。なんでそれまでにはね、双子タワーを作らないとなと思ってます。餌食べるかな？だいぶ興味は示してるんですけど、食べないですね。次この子にあげていきましょう。トゲマツく。食べるかな？おお。おお、行ったね。行ったね。トゲマッチャ。トゲマッチャ行きましたね。まあ、見ての通り、餌皿に常にね、レッドローチャー入れてるんで、まあ、適宜食べてくれてるんですけど。で、餌あげてたらね、赤松ちゃんが欲しがったんですよ。赤松ちゃんが。だから、この動画は赤松ちゃんの動画じゃないんだけど、冒頭もね、映りたがって出てきたし、まあちょっとね、あげようかなと思って、あげてます。可愛いっすね。赤松ちゃんは本当に愛嬌がある。なんていうのかな。人懐っこい。人懐っこいし、わかってるんですよね、この子は。本当に。で、やっぱね、双子って、他の子が餌食べてると自分も欲しくなっちゃうんですよ。で、このね、ケースから、若干、透けて見えて、たくさん食べてる赤松ちゃんの様子を見てると、今度この子が欲しがり始めて、さっき食べなかったのに、つるまっちゃん。この子つるっとしてるんで、つるまっちゃんですね。やっぱり双子は複数で飼うのが楽しいですね。まあやっぱり同じケージに入れちゃうとね、間違って尻尾かじっちゃったりとか、まあ相性悪かったら喧嘩しちゃったりとか、まあそういうこともあるんで、なかなかね、同じケージで一緒にっていうのはおすすめできないんですけど、また赤松ちゃん。赤松ちゃんよー食べるからほんと。双子は口が可愛いですよね、口が。ほんとに。可愛いんだこれが。口が可愛いんだ。まあでもね、赤松ちゃんほんと食いしん坊だからだいぶ体つき大きくなりましたよ。食べるかな？これはツルマッチャンですね。多分ね、皆さんも見分け一発でつくまでちょっと時間かかるかもしれないですね。これはトゲマッチャンです。毎回毎回名前を言うというね。こう、体の方トゲトゲしてるじゃないですか。頭のトゲもちょっと強め。この首かしげる感じがね、双子は可愛いですよね。これトゲマッチャンですよ。これはトゲトゲしてるから。でもやっぱりね、今回お迎えしたサイズが2匹ともね、結構ちっちゃいんですよ。これツルマッチャン、ちっちゃいんですよ。これトゲマッチャン、今豆苗あげてます。また豆苗もね、食いつきが良くて可愛いですよ。で、話戻すけど、まだまだちっちゃいんでね、安心はできないんですよね。途中で落ちちゃうこともなきにしもあらずですし、なので結構ね、慎重にね、大事にこの2匹ある程度大きなサイズになるまで育てていきたいなと思います。ということで、今回ね、3連ちゃんお迎え動画を連続3日間ね、爆弾のように落としていきましたが、最後は双子ヒゲトカゲのお迎え動画でした。今後もね、白松、赤松、トゲ松、ツル松と、双子かなり賑やかになったので、今後の動画も楽しみにしていてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。